商品レビュー専門。冬になると車、乾燥しすぎるんですよね。あの、冬の車ってすごく乾燥する。だから静電気飛ぶんですよね。目も何かパチパチするし、喉も痛い。そして肌も荒れる。いいことないんですよね。その時に便利なのが、車用の加湿器。こちらですね。使い方簡単。このタンクの中に水を入れる。そしてシガーソケットに挿すだけ。横向きの場合はこう。下向きの場合は、このように刺しますね。いろいろな角度のシガーソケットに対応してます。 そしてスイッチをタッチすると、勢いよくミストが出てきます。でこの時、空調の設定、まずエアコン切ってください。エアコンを入れとくと、せっかくこれでシストを与えても乾燥させられます。あとは内気循環にしてください。内気循環にしないと、ここのシスト、外に逃げちゃいます。もったいないですよね。で私使ってみました。快適ですね。静電気飛ばない。目もパチパチしない。喉も痛くない。車屋の加湿器。非常にちっちゃいものですけど、これを用意しとくと、より車での移動、快適ですね。 あと、車で仮眠するとき、寝るときにシスト下がると喉痛くなる。そのときにこれがあれば安心ですね。仮眠する前に満タンにして、刺しとく。常に車の中、シストに満たされますね。起きた後に、ああ、喉痛いなあとか、そういうことないです。あとこれ、残念ながら 12V 車専用です。乗用車でしか使えないですね。注意してください。12V 以外の電源に挿すと壊れます。注意です。冬の車、静電気が痛い。目がパチパチする。喉が痛い。肌が乾燥する。いろいろな嫌なこと。 この車用の加湿器で解決ですね。こんなにちっちゃいのに非常に役立ちます。商品レビュー専門でした。